はい、はい、ありがとうございます。二人の紹介はどういうふうに紹介したらいいですか？あ、すみません。なんだろう、縁結び、なんだろう、縁結びの印象は。ゲストさんですよ、皆さん。そうですね。うわ、久しぶりじゃない？これ、小座に映るの。すみません。カメラで撮らなきゃ。映ってるからね。あ、そうか、映ってるんだ。全部そうですよ。久しぶり、ここの位置は。私もこれ使いたい。縁結びイベントマジックラブ主催の、はい、宝夫妻です。いいんですか？はい、それでお願いします。爆発的な夫婦で、夫妻です。爆発的な B、 爆発的な B、 あ、その B なの？違うけど違うけど、お願いします。どはい、はい、ありがとうございます。何分ぐらいですか？大体10分ぐらい。でもね、ありがとうございます。あれ、これ左が聞こえない？わざと。あ、そうなんだ。肩に。さあ、時刻は夕方5時を回りました。生放送アジラジお送りしています。さあ、今日も FM 小座のスタジオから DJ モーリーでお送りしておりますが、今日はですね、この時間久しぶりに、ゲストさんがやってきておりまして、5月の5日のですね、とあるイベントの告知でね、来ていただきました。縁結びイベントマジックラブ主催の宝夫妻です。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、 FM 小座ではもうおなじみだと思いますけど、番組をねずっとこうやってて、はい、で、まあ、夫婦での活動もそうなんですけど、最近はですね、このマジックラブ婚活のイベントよりもなんかビルドアップの方がイメージがすごいあってで、特にね、あの、まあ、旦那さんのヒーローが、はい、かなりこう筋肉が増えてますよね。筋肉、そうですね、増えて、もう筋肉が好きですね、今は。筋肉とプロテインが好きですね。で、また奥さんの歌も、はい、あのヒーローの影響を受けて、はい、シェイプアップも含めて、はい、ビルドアップもしてますよね。やってます。だいぶ変わったんじゃないですか？いやー、変わりましたね。体力も変わったし、あ、そうそうそう、そう、変わったといえば、うん、本当に体力ついたなと思います。体力ついた。はい、うん、あの、以前、まあ、このトレーニングする前は、うん、よく海外旅行とか行ってたんですけど、はいはいはい、その時にはもう少し歩いたりとかすると、うん、ちょっと休んでいいっていう風にだったんですけど、最近は休んでいいっていうことが聞こえなくなった。確かに、行ったことない ね。行ったことないですよね。ってことは体力ついてるの？体力ついてる。ついてますね。家が2階建てなんですけど、うん、階段登るだけでもう疲れてたんですよ、うんうん、もう2階に上がりたくないみたいな、うん、今はもう走りながらダダダダダダって、あの、ぶっちゃけですよ、あの、僕もトレーニングしてる時にこのガチで重いもの持つんで負荷入れるんで、うんうん、その時にも潰れた時にサポートしてくれるんですけど、うんうん、これサポートできないだろうとかって思うような重さなんですけど、うん、必死に僕がもう潰れて死んでしまうっていう、この今日、あの、なんていうんですかね、助けないといけないっていう、うんうん、このね、気持ち、うん、重いから、こう、カジマのクソ力でサポートしてくれてて、多分それでついたんじゃないかなという気が。なるほど、ね、これも多分2人の、まあ、そのビルドアップの凄さを表す、まあ、こってグラムだと思うんですけど、はい、大体何キロぐらいのこうベンチプレスなんですか？あ、よくこう、なんだろうな、まあ、メジャーなこの筋トレの中で、あの、まあ、ベンチプレス上げる、はい、胸の方を鍛えるやつなんですけど、僕は今、あの、マックスで130。あの、最近ワイドなショーか何かで、はい、ダウンタウンのまっちゃんが、はい、それぐらいの方を上げるって言ってましたね、はいはいはい、130ぐらいまっちゃんね、上げてるって言って、でそれでその130キロを1回上げるのにもフルパワー使うんですけど、うん、失敗したらもう胸にガチで落ちるので、うん、その時にもあの、その時はその上で、いや、持てないですけど、こう上で引っ張って支えてもらって、でも上の支えがあるからこそ僕も持てるので130キロに2人で持ってるって感じです。はそれで助かってます。で、まあ、そのサポートもしながら、はい、歌も気がついたら体力がついてるんじゃないかと。体力ついてる感じですね。いや、ぶっちゃけですけど、歌子さん今、あの、バックスクワットって言って、よく、うん、太ももを鍛えるトレーニングしてるんですけど、うんうんうん、
このバーベル担いでやるんですけど、はい、今徳さんマックス70キロ持つこれすごいよね本当に。しかもこれ持つっていうのは、はい、プルプルしながら持つっていうよりも、はい、まあいつもこう普通な感じで持つってことですよね。肩にこう乗せる感じ、はい、一応万が一のためにね後ろですサポートしてるんですけど、はい、そのサポートもいらずフッフッって10回ぐらい上げるので。いや70はちょっと恥ずかしいから。なんで恥ずかしいからせめて50ぐらいみたいな。あそうか、まあ、女の子のイメージとして、ね、70って言ったら男の人おんぶできるってことですね。できるできる。ぶっちゃけさ年内は100キロ持たせますね。チャレンジ。どこに向かってるんだろうって感じなんですけど、まあ、そんな、はい、お二人が主催するマジックラブっていうイベントがね、はい、まあ、5月の5日に行われるということなんですけれども、はい、このイベント、まあ、どんなイベントかちょっと教えてもらっていいですか、ウータ。はい、このイベントはですね、2010年からスタートして今年で9年目になるんですけれども、沖縄全域から独身限定で、うん、独身男女100対100、200人が大集合するイベントです。はい。でですね、年齢上限実はないんです。うん。なので独身であれば結婚歴があっても OK です。今独身で恋人がいない方のみ参加。うん。で、音市場で、お、このコザミュージックタウン3階の音市場でこのコンサートするホールを使って200人独身男女が集まる、まあ、交流会的なイベントです、うん、婚活パーティーぐらいは固くないので、うん、とても楽しいイベントになっております。でこのイベントがもう今年で9年目。そう、9年目になるんですよ。すごいね。まあ、よく沖縄でそのアワコンだったりとか、うん、丸々コンっていうのがあって、うん、はいはい、結構こう何百名のね規模もあったんですけど、うんうん、最初ぐらいじゃないですか、このマジックラブがね。あ、そうですそうです。まだ沖縄にマチコンが入っていない頃にこの100対100、しかも一つの会場に200人集まるっていうイベントがなかなか沖縄ではなくて、マチコンっていうとちょっと居酒屋10店舗にばらけたりするじゃないですか。一箇所に200人ということで、この2010年に開催した時はもう大人気で、うんうん、女性の方がもうやっぱりチケット先に売り切れるっていう状況ですね。今でも女性の方が前売り券は人気です。まあ、この100対100ってことなんですけど、はい、独身の男女であれば年齢は問わず、はい、20歳以上であれば、うん、はい、どなたでも参加できます。年齢条件はありません。リスナーさんの中にも何名かいるんですよ、はい、独身の方がいるんで、うん、ぜひね行ってほしいなと思いますけど、はい、ぜひまあそうですね、まあ、婚活パーティーっていうちょっと固いような、うん、感じのパーティーではなくて、どちらかというと、まあ、お知り合いだったりとか友達とか、うん、そういった感じも友達とかお知り合いを作りたいなっていう方々も参加していただいて、うん、まあ、そこで連絡先を交換して、まあ、2次会行くなり、うん、後日、感じになって、まあ、飲み会開いたり、うん、バーベキューしたりとかあるので、まずは友達をたくさん作りましょう。作ってほしいなっていう。それハードルがまたね低くていいですね、うん、そうなんですよ。すぐねお付き合いしましょうとか、うんうん、告白タイムとかもやってないので。あ、そうなんだ、はい、へー。カップル成立何組とかもその日でやっちゃうと、うん、やっぱり確かに確かに2、3人気になる人っているじゃないですか、うんうんうん、だけどカップル成立しちゃうと、あの人も良かったけどなみたいなものもあるので、うんうんうん、まずは友達になって飲みに行ったり、みんなでパーティーしたりして、それでどんどん交流を深めてっていう流れを作ってほしいなと思って、きっかけの一つ。なるほどなるほど。この参加者の中にはまあ、要は異性じゃなく同性同士で連絡先交換する方も結構いて、友達になって今度合コンしましょうとか飲み会しましょうっていう、こういう、ね、交流の輪として活動していく方々も結構います。じゃあこれがもう言えばゴールじゃなくて、はい、これがあくまでもきっかけで、そこがどんどん広がってほしいってことなんですね。あ、そうです。はい、しかもゴールデンウィークなんで、なるほど、次の日遊びに行けちゃう、行けちゃいます、うん、次の日。イメージ的にですよ、やっぱりこの婚活とかってその話せないんじゃないかなとか、うん、ちょっと、はい、いろんなタイプの人いると思うんですけど、はいはいはい、その辺どうですか、見てて。その辺ですね、実は
最初はあの25人対25人だのグループ、はいはい、4つのグループに分かれてグループ合コンってするんですけど、最初皆さんあの、まあ、固く、まあ、緊張されてるんですけど、最初の乾杯がスタートしたら、うん、もう緊張の人がプツンって切れたみたいに、うん、もう乾杯って、それでも皆さん盛り上がって喋ったりします。ただあの僕らも司会終わって、であの後半にフリータイム、1時間のフリータイムがあるんですけども、うん、そこにこうなかなかこう馴染めなかったりする人たちがいたら、まあ、間に入って、はい、こうあっち行きましょうとか進めたりとかっていうのは、うん、あの僕ら以外 の、 あのその時にいるスタッフも積極的に、うん、こう交流させようっていうことは、あのこちらとしての心がけてます。なるほど、はい、やっぱりこの女性にしても男性にしても、はい、一人で行く方とか、うんうん、仲間内で行っても、はい、積極的なこと消極的なこと言うじゃないですか、うん、いますいますいます。その辺で、ね、積極的な子はいいですけど、はい、消極的な子がね、はい、せっかく来たんであれば何かねいいきっかけになればね、はい、いいなと思いますからね、はい。まあ、このマジックラブですけど、ね、多分実績が結構すごいと思うんですけど、はい、何組ぐらいのカップルが成立するんですか？うんうん、ですね、これまで5200人以上の独身男女が参加しているんですけれども、はい、あの会員登録とかはしてないので正式な数字ではないんですが、うんうんうん、ご報告を受けただけでも50組以上が結婚されて、結構すごい、結構すごい、赤ちゃんも10人以上誕生してます。すごい、あの結構でも自由にした方がくっつくかなっていうのもありますね。 ありがたいんですけど、あの、ね、今年もあの一昨年も年賀状いただきましたよ、ね、うん、あ、年賀状いただきました。でも、ね、これがとって嬉しいです。いや、5000人以上で50組のカップル結婚したっていうのは、うん、結婚です、結婚です、すごいよね、はい、多分お付き合いされた方はもっとたくさんいると思うんですけど、うんうんうん、ゴールイン結婚までで言うと50組なので、ね、お付き合いしている方はもっといっぱいいると思います。いや、僕も独身だったら参加したいなっていう、自分で出題してて、うん、私もこれ参加したい、そこから見てて楽しそうだなって、ね、やっぱありますよね、スタッフしてても楽しいです、はい、ねえ、はい、多分スタッフ皆さんのこの多分一丸となった時のなんていうんですか、チーム力もすごいんだろうなと思いますけどね、うんうん、結構スタッフもね間に入って積極的に繋いでくれるのがあるので、うん、結構分け合いがしますね、助かりますね、うん、やっぱりそうですね、あの背中を押してあげ、まあ、100対100に参加するっていう時点でちょっと一つクリアをしてるんですよ、うん、もうやっぱり100対100って怖いって言っても来ない人もやっぱ多いの で、 でも勇気を出してちょっと一段階ちょっと頑張ってみた人たちが集まってるので盛り上がりがすごい、でも気持ちとしてはもう友達を作りに行く感覚で行った方がいいと思うんですね、うんうん、それがいいですね、それがいいかもしれないですね、最初はちょっとこう2人聞いてみたいんですけど、はい、男の人女の人こういう格好とかこういう風に行けば、はい、結構あの最初のアクションとしていいよとか、はい、好印象だよっていうのってありますか？女性、じゃあ私は女性の服装なんですけど、もう簡単に一言で言うと女子アナスタイル、女子アナスタイルで優しそうに見える服、だから、まあ、性格が優しくなくても、うん、優しそうに見えれば入り口はね、そうそうそう、優しそうに見える服っていうのがすごく男性に人気で、はあ、でも自分そういうの似合わないからっていう女性はやっぱ多いんですけど、うん、でもこの日だけでもちょっとこういつもしないような、まあ、スカートとかワンピースとかちょっと淡い色の優しい色の、色もあんまきつくない真っ赤とか黒とかではなくて、うんうんうん、淡い色、まあ、白でもピンク系でも水色系でもいいんですけど、そういうやっぱ女子アナっぽい雰囲気、髪型もちょっと ふんわりしてるような感じとか、うんうんうん、優しそうに見えるメイクとか、人気結構男性からの人気 で、で女子アナスタイルって女性からも人気があるんですよ、うんうん、女性からも好かれて男性からも好かれるっていう、一番いい服装が女子アナ、メイクも服装も、あ、もう全然考えたこともなかったな、うん、この辺。いやでもモテます、本当に違いますよ、でも個性出したいっていう人は、まあ、それでもいいと思うんですけど、うん、でも特に自分のこだわりがなくてどんなしたらいいんだろうって迷ってる女性は、あの女子アナスタイルとか、あと私たちのマジックラブのブログにも服装の例、一例っていうことで写真いっぱい載せてるので、すげえ、こんな感じでみたいな、もうその日だけはちょっと頑張って雰囲気変えてみても、楽しんでみてもいいかなっていう、
女子としてはじゃあ女子のスタイルで。そうですね、あのドレスアップまでいかないでいいので、うんうんうん、この合コンスタイル、普段のおしゃれ着、普段の服の中でもおしゃれな方っていう感じ。なるほど。で行けばいいと思います、うんうんうん、男性はどうですか。あの男性はですね、いろいろと、まあ、あの僕が見てきて、で僕もあの独身の時いろいろ参加してきてからの、まあ、データを僕なりに分析してみた時に、やっぱモテるなっていう、まあ、女の人がこう目、女の人が目よく追ってる、男性追ってるなっていう服装ってスーツなんですよ。スーツ、スーツ、やっぱりスーツはダントツで3割増しって言われるぐらいやっぱり着ますね。でもゴールデンウィークって暑いじゃないですか。暑いね、はいはい、なのでスーツはもうほんと3割増しなんですけど、まあ、それと若干そんなに劣らないなっていう格好であれば、カジュアル系ジャケット着るとか、あとポロシャツとか、うるせっ、薄手のですね、ポロシャツとかが、やっぱり清潔あって爽やかに見えるなって感じがしますね。でそれも服装もそうなんですけど、髪型もバシッと整えてほしいなっていうのはあります、うん、ボサボサでいくんじゃなくてバシッと整えるだけでもやっぱ全然雰囲気違うなっていう感じはするので、うん、男性は髪型と、あとはそうですね、カジュアル的な服装、結婚式の二次会パーティー行くぐらいかなっていう感じの服装がいいかなっていう感じはします。でも普段着プラスちょっとこう、まあ、ドレスアップというか、そうですね、ドレスアップぐらいがいいかなと思います。ただ若干これは避けた方がいいなっていう服装を逆に言うと、ジーパンのこの半ズボン、ハーパンとジーパンとかT シャツ、ヨレヨレの T シャツ、ヨレヨレ生活が漂うような漂うようなっていうのはちょっと遠慮した方がいいかな、この日だけはっていう感じですね。逆にですね、 T シャツ着るならピタッとした T シャツで肉体を見せるような感じだったらいいと思うので、ちょっと若干強引ですけど筋トレしてたら、そういうおしゃれもできるよっていう感じは僕は進めたいですね。筋肉ある人はね、白 T 着てるだけでも、はい、でもかっこいい、そういうかっこいいもんね、はいはい、それでも全然 OK だと思います、まあ、じゃあこのイベントに行くのも一つのきっかけ作りであるんだけど、はい、その準備も一応した方がいいってことですね、はい、準備した方がいいですね。自分が一番楽しめる、楽しめる。ああ、そっかそっか。なのでなんかもう自分がこうなんていうんですかね、一番という思いで来てほしいなってのあります。おしゃれ一番だよ自分がっていう、うん、はい、まあ、自信を持って、自信を持って来てほしいなと思います。まあ、いろいろね、そのマジックラブブログの方でもそのスーツコーデとかね、はい、衣装コーデの写真もあるということなので、こちらも調べていただきたいと思います、はい、じゃあお知らせを、じゃあ歌、またヒーローどちらかでお願いします。じゃあ徳さんお願いします。はい、沖縄独身男女限定マジックラブ100対100は2018年5月5日土曜日6時半会場、スタートは7時半10時半までとなっております。男性前売り3500円、女性前売り2000円、軽食オードブル付き、ソフトドリンク飲み放題、そして泥酔者防止のためアルコールは有料にて販売しております。会場はコザミュージックタウン3階音市場です。詳しい情報はマジックラブ、カタカナ6文字でマジックラブのブログに掲載しています。またですね、実はイベントではこのラブ注入カードというものを用意していて、うん、お一人様、時代わかりますよね、時代が、ラブ注入カード、ね、これはですね、何枚でも使っていい連絡先交換カードです、うん、おー、なるほどなるほど、まあ、名刺借りみたいな、はい、あ、そうです、直接 LINE 交換しても OK なんですけど、うん、もう一番人気でみんなに囲まれてて話す隙もない時に活躍するカードですので、こちらもたくさん用意してますので自由に連絡先を交換して、これ面白いですね、名前と携帯番号と LINE ID があって、うんうん、その上に、はい、まずは友達から、うん、ご飯行きませんか、うん、デートしましょうとか、うん、3タイプあるんですね、3タイプ、面白い、はい、その人のその時の意思がね、そこで記されるんで、はい、分かりやすくていいですね、はい、あ、でも変わってるな、今までのそのイメージが、うん、婚活のイメージが、うん、5月の5日でございます、はい、ミュージックタウン音市場ですけれどもね、チケットの問い合わせもまだまだ受付していると思いますので、はい、皆さんもご連絡してみてください、はい、じゃあ最後にヒーローの方からリスナーの皆さんに一言お願いします。はい、久しぶりに今日はゲストとして、ラジオの方出させてもらったんですけれども、まあ独身男女
限定の縁結びイベントの中でやっぱり女性から声かけられるっていうのもあるんですけども、独身男性の皆さん積極的にこれはガン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 声かけてガンガンが女性をリードした方がモテます。僕はもうずっと見てきてますので僕がね主催者だったらもう全員と話す勢いでリードしていきたい、そんな気持ちもありますので、独身の男性のですね参加する方はぜひ皆さんと話す勢いでガシガシ声かけてリードしちゃってください。その方が女の子にモテると思います。なので当日はですね爆発的に爆発的に楽しんで、楽しんでほしいと思います。はい、以上です。さあということで今日は縁結びイベントマジッククラブ主催の高田夫妻に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すごい19分になってるそうだ、本当に20分は。いやいや大丈夫です。ありがとうございます。緊張しました。写真撮ってる。あ、はい。あーでもね、なんかいい情報だと思う。さっきの女子アナとか、その男性のスーツとか。スーツはやっぱり押したいんですけど、沖縄は暑いのでゴールデンガンゼルスーツは一応持てます。じゃあ持てます。逆に女性からスーツはかっこよく見えるから普段着見たいっていう声が多い。なるほど。だから逆にスーツにしないでくださいウーターさんみたいな。可愛いのありますからみたいな。それ知らなかった。きます。はい、チーズ。オッケー。ます。ありがとうございます。久しぶりだから緊張しました。嬉しかった。ありがとうございます。緊張してる感じじゃなかったけど。してないよね。緊張してる。めっちゃ緊張しました。水戸さん目立つだよ。抑えました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よし。その道のプロですね。極めてますよ。極めてる。どこからなのか。でも10年前まで国語の先生言ってたんですよ。信じられないですよ。りょうちゃん、あれ、りょうちゃんも、あれ？そう、りょうちゃんも、りょうちゃん自分の先輩になるから。あ、そうなんだ。自分も宇多田子先生の教え子だから。へぇー。ちょうど10年前の話。めっちゃ不思議な感覚じゃないですか。先生が。先生、ええー、みたいな。まあ、どちらかといえばもう、今の方が長いからわかるのか。あー、そっかそっか。うん。英語でしたっけ？国語。あ、国語。うん。現代国語。めっちゃ小論文とかの引っ掛けとか教えてもらって。すごい。すごすぎる。Thank you.
そっかそっか。ちょっとチラチラ女の人がサイン出してたらキャッチしないと、うんうん、付き合おうって言われてるし、男性からしたらそういう、それはこう女の人からあのサインされてるのを伺ってる。ああ、もう全部使っていい。ありがとうございます。エステサロンの人が働いてるっていうのを来るっていうのを聞いたら、男子は行くって思います。あとだかもしれない。さあ時刻は5時26分にもう間もなくなっていきます。生放送アジラジお送りしています。先ほどね、ご紹介いたしました縁結びイベントマジックラブというイベントがですね、5月の5日土曜日にミュージックタウン音市場の方で開かれるそうです。まあ、これはあの独身男女限定というね限定がありますが、あの20歳以上であればね、どの年齢でも参加ができると。条件としては独身の男女ということですね。あのこれがゴールではなくて、これきっかけで友達作ったりとか、その後に合コンしたりとかね、いろいろこうつなげてほしいということでございます。はい、まあ、詳しくはねインターネット検索エンジンで、沖縄県最大級、まあ、沖縄スペースマジックラブでね出てくると思いますのでチェックしてみてください。はい、いろんな人がねやってくるみたいですよ。だから意外とやっぱり出会いってね、どこであるかわからないですもんね。でまた同じ生活をしてたらね、それで出会うかっていうのも本当にもうドラマとかでしかねないと思うんですけど、だこういうきっかけが作れる、ね、場所に行けるっていうのがね一番、まあ、ポイントかなと思ったりもしますね。で青の軍団さん、俺の弟子も婚活しているのいるやつさと、結構イケメンなんだけど女運がないわけよということですね。はい、あのいろいろね、あのさっき歌とヒーローに聞いたんですけど、もういると思われてるんじゃないかと、もうやっぱりねモテるとかそういうイメージがついちゃってるから、ただそんな時にあの何かしらサイン送ってるかもしれないよっていうことを言ってましたね。でモテるでしょうとかね、相手がいるんじゃないのみたいな、そういうサインをこう女性側から、まあイケメンって言われてる人でいない人はね、もしかするとそういうサインを受けてるんだけど流してるんじゃないかっていう話をねしておりましたよ。はい、まあ、もしよければねこの5月5日のイベント、いろんな業種の方ね、いらっしゃるらしいので足を運んでみてください。さあこちらメールいきましょう。ラジオネーム MJ さん、はいさい DJ モーリー MJ です。自分ニュースとかの情報源はテレビとラジオですねと。
新聞は後から再確認みたいな感じで読みます。ヤフーニュースとか全然見ないね。スマホ依存症でもないし、ツイッターとかフェイス